も貧しき者も、グロシを持つ者も持たざる者も、杯を掲げよう。グロシがない者は代わりに腕を。諸君らの見ての通り、見知らぬ旅人が我らの国を訪れた。さあ、彼女らに祝福を。遠路はるばるやってきた旅人とその仲間のために祝杯をあげようじゃないか。おい、おいらたちのことか。君たち二人がいくつかの国を派手に荒らしてきたことはもう耳にしているよ。だがそれでも歓迎しよう。いや、それどころかこの僕が直々に出迎えてあげようじゃないか。恐れなど小物が抱く感情だ。僕は神としてそんな無意味なことを心情にして警戒したりはしない。君の経験さはよく知っているから安心するといい。こたびの謁見は僕の力と権力を仰ぎ尊んでもらうためのものだ。賢き者は常に正しき旗のもとに集う。これ以上に英明なことなどないだろう。ようこそ水の国へ。君たちの旅の価値と意義をこのフォカロルスが認めよう。さあ、思う存分開催を叫ぶといい。オイラもまだ状況が分かってないぞ。まだフォンテーヌに着いたばっかなのに。それにこの水準、前置きもちょっとなんだか大げさっていうか。その聞きたいんだけど、なんでオイラたちが来ることを知ってたんだ。うん、君たち狂人が凡庸な考えを持ってしまうことは十分に理解できる。しかし神の中にも平凡な神と優秀な神がいるというのを忘れないでほしい。君たち今一度自らを見つめ直すべきじゃないか。君たちが本当に神と会話できるほどの人徳と礼儀を兼ね備えているのかどうかについてね。僕からすれば君たちの情報を得ることなんて指を動かすのと同じで、これ以上ないくらい簡単なことさ。うわ、めちゃくちゃ偉そうだぞ。ん？おやおや、なんだいその目は。もしやこのような歓迎の儀にすら満足できないと。もっと何か言ってあげれば気が済むかい。オイラたちが話題を切り出すのを待ってるのか。ああ、こんなところでフリーナ様に会えるなんて珍しいわね。あ、二人はもしかしてあの有名な異教より訪れる金髪の旅人だったの。さっきは気づかなかったわ。なになに、フリーナ様がいらっしゃったって。何か面白いものでも見られるのか。そりゃそうさ、なんたって異教より訪れる金髪の旅人だぜ。フリーナ様がわざわざここに来られたのはきっと彼女と素晴らしい対決を繰り広げるために決まってる。おお、そいつは楽しみだ。やっぱりフリーナ様は俺たちの期待を裏切らないな。いかにも。しかしそう焦らないでくれ。まったく、僕を信奉する民はいつも観衆と一緒になって高らかに叫びたがる。少々耳につくが、僕はそれすらも寛容に受け止めよう。これは褒美だと思ってくれ。君たちの想像通り、僕はこの異教の旅人と歴史的な対決をするつもりだ。いきなりやり合うのか。
なんか展開が早すぎるような。恐れを感じないのか。これは神との対決なんだぞ。何をする気だ、旅人。民の前で神を愚弄するつもりか。コホン、気にするな、クロリンデ。神に向かって剣を抜ける者などそういない。その勇気は称えよう。彼女は正真正銘の闘士であると言わざるを得ないな。だが残念だ、この時代の人々は常に刺激を望む。単なる武力対決では飢えた魂を満たすことはできないだろう。確かに言われてみれば、殴り合いの対決だけじゃ面白みに欠けるな。エリニュス島の犯罪者たちもしょっちゅう決闘を通して自分の名誉を守りたがるし、確かに武力対決には飽きてきたな。そうだろう。であれば正義の神である僕がこの異教の旅人と法廷で対決しようではないか。おお、そいつはいい。そうこなくっちゃな。ああ、こっちのホームはフォンテーヌなんだ。歌劇場を利用しないなんて惜しいな。なんでそこまで観衆の反響を気にするんだよ。その歌劇場ってとこに疲れすぎなんじゃないのか。それに法廷で対決するって言ったって何をするんだ。まさかオイラたちを審判でもする気かよ。君たちに審判を下す理由はもちろんあるさ。むしろすでに明白だろ。フォンテーヌの法律において月始めの3日間はいかなるものであろうとフォンテーヌの街中で飛行物体を放つことは禁止されている。君たちはすでにこれに違反しているのさ。おお、確かにそうだった。さすがフリーナ様、フォンテーヌの法律のことなら右に出る者はいない。それのどこが明白なんだよ。そんな変な法律。いや待てよ、オイラのこと飛行物体だと思ってるってことかよ。そうだとも、異論がないなら水神の名において君たちを逮捕しよう。申し訳ございません、フリーナ様。空気を壊すようではありますが、口を挟むことをお許しください。そのパイモンは飛行物体に入らないと思います。そうだぞリネ、やっとまともな奴が話に加わったぜ。オイラが飛行物体なわけないだろ。おお、大魔術師リネ、我が愛しの民よ。僕への反論は許すが、一体どうやってそれが飛行物体でないことを証明する気だい？魔術師ともあろうものが場をかき乱してしまいましたね。そのフォローをする責任は当然ながら僕にある。ちょうど観衆も揃っていることですから、ここで一つマジックを披露いたしましょう。
見ての通りパイモンは気球のようなものに分類されるべきです。この糸はずっと存在していて、さっきまでは見えていなかっただけなのだから。それってマジックっていうよりジョークに近いんじゃ俺は面白いと思うが、よっ、いいぞ。なんつったらいいか。それじゃあフリーナ様のお考えが。素晴らしい、実に素晴らしいよリネ君。こういう予想外の展開は大好きさ。君のおかげで今日の演出は完璧なものになった。演出？今日の出来事を演出の一つだって言いたいのか？であれば審判の件はこれで終わりとしよう。正義の神が無実の者に濡れ衣を着せるわけにはいかないからね。だが審判の理由さえあれば異教の旅人どころか異国の神であろうと僕は裁くことができる。それではリネ君にリネット君、君たちの次のパフォーマンスを楽しみにしているよ。皆の衆もまた会う日まで。